こんにちは、プロジェクト宇治のギョイと申します。それと、お笑い佐竹道場の山本雅子と申します。劇的ジャンク堂の黒沢誠と申します。はい、というわけで、私が主催をしておりますプロジェクト宇治の公演がですね、9月の14日から17日とどんどん迫ってきております。ですね、会場がインディペンデントシアターセカンドで、上演させていただいておりまして、料金はですね、会によって結構変わってくるんですが、通常のステージというのは2500円で前売り入ることができます。それ以外にですね、写真撮影が OK のステージというのがありまして、これは写真を撮れるけどノイズがいろいろ聞こえてくるので安く入れますよというような会になっていたりとか、あとはですね、私がミニライブをするだけのお芝居じゃないステージが500円で見れたりとか、いろんなちょっと特殊ステージもご用意してますので、ぜひぜひお楽しみいただければと思います。お芝居中でもですね、ケルティックハープの生演奏の入ったシーンがあったりとか、ちょっと音楽的要素があるようなお芝居になっております。はい、バリバリファンタジー で実はこれ続きもののストーリーになっておりまして、最低5年は続けようと思っているプロジェクトになっております。年1回1作品ということで、それがこれがその第1回目の作品となっておりますので、ぜひ今回を見ていただいて、続々ね、続きを見ていただければね、お楽しみいただけるかなというふうになっておりますので、ぜひ皆様のご来場ね、お待ちをしております。はい、というわけでどうもありがとうございました。ありがとうございました。